幹部たち。あのはじめさんが自分から起きるなんて珍しいこともあるもんですな。せやけど肝心なものを忘れてへん。さあおりおちゃん。これは裾を直してくれたのか。気にせんといて、ちゃんとお代はいただくさかいな。おかみさん、せやね。斎藤はんがこの国を動かすくらいの大物になってくれはったら、新しい寺田屋でも作ってもらいましょうか。本当に金に細けえ女ばかりだな、ここは。さあそろそろ出なあきまへんな、三番隊隊長さん。ああ行ってくる。飯と風呂頼んだぜ。さあ来い。よし、さて作るか。一口食べてみてくれ。どうだ。うまそうだな。掃除もしなきゃ。
さって作るか。うん、お、よし、はい、お、よし、さあ来い。よ、うん、お、よし、はい、うんうん、さて作るか。一口食べてみてくれ。どうだ。うまそうだな。さて作るか。よっ、お、はい、よっ、うん、よし、よし、やるぞ。よっ、お、よっ、うん、はい、よし、さあ来い。一口食べてみてくれ。どうだ。うまくできたようだな。よし、やるぞ。よし、さあ来い。よっ、お、うん、うん、うん、味を見てくれ。この味誰も真似できないぞ。行ってくるね。ただいま。
行ってくるね。今帰ったよ。よし、やるぞ。よっ、うん、よっ、はい、うん、さあ、来い。お、よっ、うん、お、はい、よし。さて、作るか。一口食べてみてくれ。悪くないだろ。この味誰も真似できない。おじさん、それじゃあ始めるね。わあ、結構あるね。ああ、余る。ダメだよ、こまめにしないと。わな、こんなとこにも。うわあ、ごめんね、その…少し痛かったな。おかげですっきりした。それに…そうなんだ。私も昔…もう、やってもらうこともないんだね。はるかのお母さんは…どんな…優しい人だったよ、とっても。ちょっとおせっかいなところもあったけど、まさかこんな早くお別れすることになるな。はるか、あ、ごめんね。いや、構わんさ。むしろはるかの本音が少しでも聞けてよかった。そうかな。ああ、まあ、ただ俺でよければいつでも話くらいは聞いてやる。おじさん、
危ないわ。はい、いらっしゃい。どうも。取り揃えてますね。今と今夜で。逃がすか。ええ加減にせえや。おい、おいで。終わりだ。
毎度おおきに。それは俺のお稲荷さんだ。逃がすか。
Good.
Shoot!
らっしゃいませ。ほんならまた。何？何？ほほー、どうも。
どうも、斉藤さん。隊長の仕事を一通り教わるんだ。はい。ああ、頼む。まずは、豚所内を案内します。
もう昨日ここには来ましたよね。タイの大事な。それで次の。わかった。ここは土蔵ですね。でもさあ、ああ、まあなんとかなるんちゃう。何でも言わすなよ。大したことねえよ。刀振りすぎたな。これは見事な一振りだな。だいぶ傷も良くなってた。ああ、全くだ。ふざけんな。お前は誰が一番強いと思うんだ。ここには各隊、身支度したい時や休憩を取りたい時に。で、次に。ああ、ごちゃごちゃ言ってんじゃねえよ。ちゃうねんって。このなしだ、なしだ。どこで手に入れるの？続きは明日。斉藤さんはまだ聞いていないと思いますが、山並さんの3番隊には山並さんの後釜の斉藤さん、詳しいことはそこの受付にいる担当者に聞いてください。それじゃまた後で。Huh!
Let's
と、こんなとこですかね。わかった。時間も時間ですし、今日はもう上がっちゃった。じゃ、お疲れ様です。ああ。気をつけろ。Here!
ください。許してください。ウルフの役人やね。あ、そんなに急いでんな。斉藤はじめさん、私ですよ。誰だ？おっと、失礼しました。お話しするのはこれが初めてでしたね。新選組監察の山崎と申します。よろしくお願いします。三番隊隊長殿。観察？新選組の中でも情報収集や偵察に特化した部隊です。だからこの手の変装はお手の物というわけです。あなたをお待ちしていました。ここは寺田屋へ帰るには必ず通る道ですからね。俺のこともそれくらいは調べがついてるってわけか。そういうことです。これからはくれぐれも行いにはお気をつけください。どこで誰が見ているかわかりませんから。それでなんでこんなところに？東堂さんから話は聞かれていますね。脱走大使？そうです。奴を捕らえるのは最…ああ、そう聞いている。で、祇園の日向屋という店です。愚かな奴です。大方今日からに…なるほどな。初の任務ですから。
探ない。
いや、ああ